川口彦次川口彦次から1955年5月は日本の内務、警察官僚、実業家、声優会計、感染県知事、関東庁事務総長、日向国書県軍後の宮崎県西諸方郡格闘村出身、合志、川口自身の長男として生まれる、1893年7月鹿児島高等中学、 増資官余科卒業、1895年7月、鹿児島高等中学増資官本科卒業、1899年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。内務省に入省し警視庁警部となる、1900年11月、文官高等試験行政科試験に合格した。以後、警視庁警視、府中警察署長。 山梨県警部長、山梨県事務官、第四部長、茨城県事務官、第四部長、大分県事務官、第一部長兼第三部長、愛知県事務官、内務部長などを歴任。1913年6月、大分県知事に就任。1914年4月、奈良県知事に転任。声優会札立基知事と呼ばれた。後継期による、 社史生活を戒める生活合理化を推奨した。1915年7月、知事を給職となる。1917年1月、秋田県知事として復帰。県政界の強い秋田県会を、原案執行という強行策で乗り切った。1919年4月、熊本県知事に転任。県政界の強い県内において、声優界の勢力伸長を図った。 1921年5月、愛知県知事に転任。名古屋市の県政改正力を抑制するため、同年8月に名古屋市に隣接町村を編入し、地域を拡大させた市議選に干渉したが失敗した。1923年6月、関東庁事務総長に転任。1924年6月30日に辞職し、退官した。 1927年、不動貯蓄銀行取締役となり10年間在任した。ありがとうございます。